皆さんこんにちは、コセンダ塾のコセンダです。コセンダのなりたい職業シリーズ、忍者、スパイ、考古学者ときて、スパイと考古学者って何からこうインスパイアされたかというと、映画ですね。007とインディ・ジョーンズから影響を受けた。映画好きだと思って、映画に携わる仕事がいいじゃないかということで、映画の配給会社、東宝とか、海外だったらワーナーブラザーズとか、そんな感じの映画の配給会社がいいんじゃないかと思って、入るならそういう業界がいいかなみたいな感じで思っていたんですけど、違ったと気づいたんですよ。私映画見るのは好きだけど、別に人に映画をおすすめしたい、こういう映画いいぞとか、なんか企画を練ったりとか、なんかポスター作るとかの宣伝するとかっていうことに全然興味ない。ね、ただ映画見たいだけ。この動画見てる皆さんも夢はですね、まあ、確かに関連がある仕事って結構思いつくと思うんですけど、実際なんかまあ、今の映画の話もそうですけど、映画、私はただ見たいだけなのに、そういうなんか裏方の方に入るとまたね、違った世界になってしまいますから、そういった意味でもね、なんか好きを仕事にするっていうのはなかなか、そういった面ではね、いろいろ難しいのかなっていうことを気をつけておいてください。というわけで、次回ですね、コセンダのなりたい職業シリーズは最終局面を迎えますので、乞うご期待。コセンダ式日本教室でございます。音声力、音声、すいません。音声学の中で その前回有声音、無声音ってやったんですけど、実際その、まあ無声音を、ね、イメージしやすいですね。って単純に声帯を開いてる状態で息通しちゃって、呼気を通しちゃってるので分かりやすいんですけど、その有声音がなんでその、って喉を震え起こしてるのかっていう、その細かい仕組みっていうのをね、ちょっと皆さんに、お伝えしていく。まあこれ結構なんで、まあ、これ、まあ覚える必要があるというか、なんか私としてはなんか、なるほどね、みたいな。人体の不思議だなみたいな、すごいな、人間の体ってっていうような思うところがあるので、ちょっとご紹介しておこうと思います。まずですね、声帯があって、まあ、声帯の部分ね、こう開いたり、ね、閉じたりする、ですけど、その部分、まあ、断面図横から見て、こっちが下の方が肺、ね、肺になってて、上の方に行くとその口に向かっていくみたいな通り道になってる。ここが声帯部分ね、声帯ちょっと簡略的に表しましたけど、つまりこの丸1の状態っていうのは、この青の矢印が声帯をね、こうなんか閉じようとしてる方向なんですけど、声帯がピタって感じじゃなくて、ちょっと上の方だけシュッみたいな感じで、こうやってちょっと閉じてる、ね。つまりこれが緩く閉じてる状態なんですよね。これをなんかピタってくっつけちゃうと、固く閉じた状態になってしまうんで、有声音っていうのは、まずね、軽く閉じてる。緩く閉じてる。そこで、この青の力をグッて閉じてるんですね。で、今このままだったら、このまま維持されたら、呼吸来ても、肺からね、空気が上がってきても通らないよってなるんですけど、ゆるーく閉じてるんですよ。だから、この黒い矢印は、呼気の流れ、空気の流れだと思ってください。空気が来たら、一番の状態から空気がヒューって来たら、あーみたいな、ゆるく閉じてるから、あーってなって、二番の、ちょっと開いちゃうんですよ。ね。ちょっと開いちゃう。ね。それで、呼気が通り抜けてくる。ね。通り抜けてくるんですよ。あれ呼気通り抜けてんじゃんってなんですけど、実はその後、またヒューッともっと呼気が通り抜けていますよね。そうなると何が起きるかっていうと、ここの部分にあった空気っていうのが、ヒューッていっちゃった。そうなると、気圧。天気かよって思うんですけど、気圧がですね、つまり気圧っていうのは、気圧が低いって言ったらそこに空気がない状態。気圧が高いって言ったら空気がたくさんある状態だと思ってください。ここの空気いなくなっちゃいましたから、ここの気圧って、低い状態になってるんですよ。気圧が低い状態、ね、空気があんまりない状態になっちゃってるよ。つまり、で、例えば空気がない状態なんかが起きてると、どういうことが起きるか。まあ天気もそうなんですけど、空気がないと自然界の摂理的には少ないところには多いところから集まろうとするんですよ。つまり、この気圧が低いところには空気が集まってくるんですよね。まあそれで上昇気流が起きて、低気圧だとね、雲ができてとかってことが起きるんですけど、つまりこの気圧が低い状態、空気がない状態のところには空気集めてこようとして吸い寄せるんですよ。そうなると、実はですね、この吸い寄せられるんですけど、近くにあるのが声帯なんですよ。つまりこの吸い寄せられた気圧が低いところに吸い寄せられていって、声帯が吸い寄せられちゃう。ヒュー、ね、この青い力、ね、吸い寄せられる。気圧が低くなって、吸い寄せられていったと。そうなっていくと、最終的にその気圧が低いところに向かって声帯が吸い寄せられていって、引き込まれていって、ピタッとこう閉じるんですよ、また。ね。で、その後、また呼気が来るんですよ。呼気が来ると押し上げてきて、ゆるーくでも声帯閉じた状態で続けてるから、ぐぐぐぐぐぐぐってまたなんか、ね、上の方に声帯が、なんか閉じてる部分が上がっていって、
ここまで来たらまたこの1の状態に戻ると。つまりこの1,2,3,4,5,6 の状態を繰り返すんですよ。緩く閉じてる空気が来た、緩く閉じてるから空気の呼気の勢いでふわって抜けちゃって離れちゃった。でも気圧が低くなったから下の方でくっつく。くっついた後にまた呼気が来るからまた離れていくみたいなことを繰り返す。ね。それで、声帯がブブブブブみたいな感じでくっついたり離れたりを繰り返すってことが起きるんですよね。つまりこれが有声音の仕組みというのになっていると。面白くないですか？僕だけかな。なんか有声音ってね、単純に喉を震わせてるっていうふうに思うんですけど、こういったふうに、ウィルナーク閉じるって、この調整って人間ってどうやって、今人間って覚えるもんじゃないと思うんですけど、どうやってね、この、ね、こんな繊細な何ミリレベルの調整じゃないですか、この辺のなんか緩く閉じたりするなんてね。だからこの調整をなんか自然とできる生き物、まあ他の生き物もできると思うんですけど、できるってのすごい仕組みだなみたいな風にね、ちょっと感動したということなんですけど、皆さんどうでしょうか。こんな感じで、声帯っていうのを緩く閉じてるっていうのはそこに仕組みがあって、呼気の強さで離してあげて、気圧低くなってまた閉じていくみたいなことを連続的に繰り返すことができる音なんだというふうに覚えておいてください。というわけで、今日は有声音の仕組みということでした。ぜひですね、まあ、これがね、細かく試験に出ることはないと思うんですが、そんな風になってるんだっていうふうにね、思っておくと結構有声音とかっていうものの覚えとかでも良くなっていくと思いますので、ぜひ復習して勉強頑張ってみてください。ありがとうございました。